10月20日火曜日、時刻は午後3時半を回りました。 FM93 AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊治郎です。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。サブタイトルが辛坊の話を聞け。あれ、だんだん私のこれジャックというか宣伝文句というか、冠というか、番組の説明をする文章が固定化してきましたね。はい、あのね、これで決めていこうって。これで決めていこうって決まったんですか。そうなんですよ。どこでそんな話し合いをしてんですか、一体。一言の相談もないですよ、そういうの。相談欲しかったですか。まあいいです。別に相談いりませんけれどね。でもね、だいぶ気温が下がってきたじゃないですか。はい、やっぱりね、気温が下がってくると呼吸器痛めてる人多いなっていうのがもう実感でわかりますね。私東京サッカーもこう飛行機で行ったり来たりするケースが非常に多いじゃないですか。で、私昨日大阪からでしたよね。当然のことながら今日私関西から飛行機で来たんですけども、夏場ってね、あんま飛行機の中で咳とかくしゃみとかしてる人ほとんどいなかったんですよ。ところが今日あたりね、結構私の座ってる周りで咳とかくしゃみの音が聞こえるわけですよ。確かにありますね。これでまあこのご時世ですから若干気になるじゃないですか。ほんで咳のする方向を見て、まあさすがに今飛行機の中はいろんなホリエモン騒動とかいろんなことが、ホリエモン騒動じゃねえか。ホリエモンさんは餃子店か。そうですね。まあいいや。いろんな騒動があったんで、さすがに飛行機の中でマスクしてない人がいなくてですね、はい、ああ、マスクしてるわと思うんですけど、それで言うと昨日私ね、レイトショーの映画見に行ったんですよ。ね、まあ何を見に行ったかっていうのはですね、まあ言うほどの話ではありませんが、やっぱりトレンドに乗らなきゃいけないなと思って、はい、鬼滅のなんちゃらってやつを見に行ったわけですよ。鬼滅の刃見ましたか。鬼滅のなんちゃら見に行ったらですよ、はいはい、実は私の近所のシネコンは、行こうと思ったら予約がいっぱいでもうほぼ取れないような感じだったんですが、でちょっと離れた別のシネコン行ったんですが、そこのシネコンってね、スクリーンがね7つか8つぐらいあるんですけど、そのうちの3つが同じ映画、鬼滅のなんちゃら。そうで、さらにですよ、私の家の近所のシネコンって、少なくとも先週までは、今どうなってるか分かりませんけども、先週までは、一席おきにしか席売れなかったんですよ。ね。だからまあ、うちの配偶者と言ってもですよ、ね、なんで亀さんといつも一緒にいるのに、一つ席開けなきゃいけないんだと思うんだけど、一つ席開けなきゃチケット売ってくれないんで、まあ一つ席置いて座るわけですよ。で、まあまあ今大変だなと、満席でも半分しか座れないんだと思ったら、はい、今回鬼滅のなんちゃらを見に行ったら、そのシネコンはですね、三つのスクリーンで同じ鬼滅のなんちゃらをやってる上に、刃って言ってくださいよ。一つ置きじゃなくて、ええ、完全に詰め詰めに席売ってるの。今ね、そういうとこが多いみたいですね。いや、なんか鬼滅のなんちゃら以来そうなったらしいですね。うんうんうん、だからそれでも予約が取れなくて殺到してるって話なんで、ほんと私座った時に、だいたいレイトショーなんか行くと、ひどい映画なんか私一人しかいないっていうケースが結構あって、ね、うん、俺一人のために上映してんのか、これ貸し切りだなみたいなことがあるんですけど、鬼滅のなんちゃらは詰め詰め、もう詰め詰め、鬼滅の詰め詰めでね、で私の座ってる前も全部埋まってるし、後ろも全部埋まってるんですよ。やっぱりそうね。俺がパッと見たら平均年齢20代後半ぐらいかな。若いですね。20代後半ぐらいでね、でその20代後半ぐらいの兄ちゃん姉ちゃんがですね、本番始まる前っていうか上映される前って、上映の前にマナーの PR とか、それからキンキン公開される映画の PR とか延々続くじゃないですか。まあ大体10分ぐらい続いてるんじゃないのかな。でインターバル挟んでさらに10分ぐらい続いて、いつだったら始まるんだよこらみたいな話があるじゃないですか。その間後ろの人たちがずらーっと喋ってんのよ。ね。で、パッと見渡したところ、どう考えても、うちらだけが高年齢層で、あと全部20代以下みたいな人たちがこういて、ちょっと待てよと、はい、ハイリスク俺らだけだろうと、これ俺ら映ったらどうしてくれるんだと。まあ皆さんマスクしてるし、で、本編始まってないから、文句の言いようもないじゃないですか。ね、ずーっと喋ってて、うわー、これで、ほら、映画の席って必ずこう傾斜になってますから、後ろの席は私より上にいるわけですよ。そこでわーっとこう
喋ってるときっと飛沫が俺のところに飛んでるに違いない。そうだ、上から降ってくる感じになりますもんね。そうなんです、俺のところに飛んでくるに違いないと思うんだけども、マスクはしてるし、映画始まって本編上演してませんから、はい、もうあの文句言うわけにもいかないし、もうこれ変に振り返って目が合うのも嫌だなとね思うから、こうじっと我慢してるわけですよ。いやでも密なところではね、それでさすがにこれ本編始まって、この勢いでずっと喋り続けてたら、さすがにちょっとお兄ちゃんお兄ちゃん静かにしようねぐらい言おうかなと思っていたんですが、はいはい、最近の若いやつよくできてるね。本編始まった瞬間に一言も喋らない、ピタッと黙ったのよ。いやー、競技の若いやつよくできてるなと思いましたけど、それでもその前にずーっと喋ってましたから、彼らのうちに一人でも感染者がいたら、あ、俺絶対映ってんだこれと。まあ人が集まるところではね、極力やっぱり会話はね最低限にしないといけないですね。本当だよな、うんうんうん、ちょっと映画始まる前とはいえさ、うん、やっぱりね、でその目の前にさ明らかに高年齢者がいるわけだから気遣いよお前って感じですけど、これはちょっと注意しましょう。その鬼滅のなんちゃらを見てですね、うん、でツイッターにね、私の自分のツイッターがあるわけですよ。はい、私、自分のツイッターって基本的に何のために始めたかというと、まあ、辛坊の旅という YouTube のチャンネルを宣伝するのとですね、うん、辛坊治郎メールマガジンっていうのがありまして、この辛坊治郎のメールマガジンも面白いんです。今、どのぐらい面白いかというとですね、はい、新聞なんか、新聞に限らず中央政界の人間も、今回日本学術会議の本音で何が起きてるかは知ってるわけですよ。はい、それで、いくら追及したって、その本音は絶対政府は言わないって知ってて、追及してるところがあって、この本音はどこのメディアも本当の核のところは一言も書かないんですけど、その核のところを私のメールマガジンは書いてくるわけですよね。書いちゃってるんですよ ね。結構面白いんです、それが。で、今週多分ね、金曜日が最終回で完結編にしようと思って、今3回連続で書いてるんですが、はい、それのメールマガジンの宣伝というのも兼ねて、ツイッター辛坊の旅 N っていうのやってんですけど、昨日嬉しくってですね、映画館から帰ってきて、で、自分のこの座席のチケットをこう写真撮ってですね、はいはい、それをツイッターに上げたんですよ。はい、ほいで寝たんですね。うん、で、朝起きたら、リビングルームの丸テーブルの上に、その私のツイッターの一番最後に何書いたかというと、はい、鬼滅の刃をご存じない方は何の知識もないんでごめんなさいねの話なんですが、まあ、基本的に言うとですね、男の子がいて一家惨殺されるわけですよ、鬼に。うん、で、その時に、妹が鬼になっちゃうんですね。そうそう、この妹のが鬼になっちゃったんで、この妹を何とか助けたいということで、彼は修行に入るという、まあ基本的な出発点からこの映画はスタートするわけですけれども、うん、その妹の名前がですね、禰豆子っていうんですね。うんうん、このねずこちゃんっていうのがかなり可愛いんですよ。そうですね。このねずこちゃん。はい、おいで、私のツイッターの最後に、ねずこ可愛いって書いたんです。はいはい、そしたら、今日私朝起きていって、リビングルームの丸手、それ映画レイトショーですから、昨日9時半のレイトショーですよ。だから終わって帰ってきたら、もう12時過ぎてるぐらいなんです、自宅に戻ったら。それから寝ましたから、はい、で、うちの家族がどこで何してるかなんか、私基本的に全く分かってないんですよ。はい、で、うち息子が2人いるんですけど、その息子の2人がどう行動してるかも知らないし、私が昨日映画見に行って帰ってきた前後に彼らがどうしてるのか知らなかったし、うん、私のツイッターなんか絶対見てるはずがないっていう確信があるんです、私のツイッターどころか YouTube だってね、うちの神さんですら見ませんからね。冷たいですね、ちょっと寂しい。いやもうだからね、まあ、一切興味がないんだと思います。まあいいんですそれは、まあまあね、だけど、まあ、そんで私のツイッターに、だからまあ、私のツイッターってまだ2年ぐらいしか経ってないんですけれども、はい、ありがたいことに2年で8万人ぐらいの方がフォローしてくださるようになっててですね、その8万人の方に、いやこの年だけども、鬼滅のなんちゃら見に行きましたと、で、禰豆子は可愛いですみたいなことを書いてですね、寝たら朝リビングルームの丸テーブルの上に禰豆子のぬいぐるみが置いてあったの。これ謎なんですよ。ほいで、うちの神さんに、おい、これどうしてうちのリビングルームのテーブルの上に、禰豆子のぬいぐるみがあるんだと聞いたら、うちの神さんも、知らない。会話これで終わっちゃったんだけど。会話これで終わっちゃったんだけど。どうしたんですか？わかんない。謎ですね。息子さんが買ってきてくれた。いや、だけど深夜でしょ？そうですよね。ねえ。で、私が起きていったのが8時ぐらいなんですよ、朝。はいはい、で、昨日寝たのが、午前1時ぐらいですから、インターバル間7時間ぐらいしかないんです。うん、その7時間の間に、リビングルームの机の上に禰豆子のぬいぐるみが置いてあるんですよ。やだ、なんですか。俺、ちょっと怖かったのね。なんだか、うわ、怖えーと思って。というぐらいね、世の中で、えらい騒ぎにこれはなってると。
どのぐらいの騒ぎになってるんだという話をですね、まあおそらく私のこの番組を聞いてらっしゃる年齢層の方々、うん、まあ様々だとは思いますけれども、一定以上の年齢層の方は何言ってやがるんだこいつだと思いますけれども、その何や言ってやがるんだこいつの方でも、うんうん、若い方あるいは隣近所でお話をするときに、はい、いや鬼滅のなんちゃらっていうのがすごい流行ってて、どのぐらい流行ってるのかっていうのが基本的にどういう構造になってるのかが分かるように、うん、今日はお話をいたしますんで、はい、そうですか。だから興味のない人は特に聞いていただくと、はい、へーそんなことになってんだ、あ、ちょっと知ったかぶりもできるかもしれないですねこれでね。じゃあそんな感じでいきますか。大いに納得しております ね、 ねずこのぬいぐるみが机の上に、まあ、それ謎ですけれども、怖いよ。番組ツイッターでねずこの真似をしてると、あ、私が、あ、ねずこの真似してるらしいんで見てください。いやいやいや、増山さやかさんねずこのね、多分コスプレやったらすごい。私 ね、 いいね、ネットで見た中で一番やっぱすごいなと思ったのは、うん、女優で、うん、結構いい年、ごめんなさいね、いい年って言っちゃ申し訳ないですけど、お子さんが2人いらっしゃると思いますけど、熊田曜子さんっていらっしゃるじゃないですか。熊田曜子さんのねずこのコスプレすごいっす。あ、そうですか。はい、熊田曜子ねずこコスプレすごい。だけどそれ見た瞬間に、うんうん、これ増山さやかねずこコスプレもそう相当いけるんじゃないかとこう思ってですね、ひどい感じに加工されてますけどね。今非常に出来の悪い、いやいや、不安定な、いや、微妙な出来の、増山さやかねずこが映っておりますけれども、うん、これ本格的にメイクをしてやっていただいたら、うん、増山さやかさんもかなりいい雰囲気でねずこになれるんじゃないかと。どうせやるんならちょっと本気でやってみましょうよ、うん、考えてみましょう。ということで、増山さやかファンの皆さん、はい、ちょっとお時間を頂戴しますけれども、キンキンねずこに化けて、いやいや、なりきって、ホームページ上に、番組ホームページ上に登場するということになっております。さあ、ぼちぼち参りましょう。では、株と為替からです。今日の東京株式市場、日経平均株価は反落しました。昨日に比べて104円9銭安い、23,567 円4銭で取引を終えました。前日の上昇を受けた利益確定売りに加えまして、アメリカで追加経済対策の与野党協議が難航していることなどが嫌気され、上値が重い展開となりました。で、現在、為替相場は1ドル105円50銭付近で取引されています。昨日と比べますとだいたい10銭ほど円安になっています。まあ今日ね、アメリカ大統領選がどうなるのか専門家の方に話していただくんですけれども、はい、ちょっとやっぱり11月3日大統領選挙終わるまで、終わっても11月3日すぐにこれ結論出るか出ないのかも微妙なところではありますが、株価その他為替もですね、それまではちょっと神経質な展開になるんじゃないのと、いうことになっております。はい、辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後すぐのニュース解説ズームオン1本目は、各世論調査で菅内閣の支持率に変化、日本学術会議の問題が影響かということにつきまして辛坊さんに分析してもらいます。4時台にお送りするズームオンなんですが、アメリカ大統領選挙、劣勢のトランプ大統領に切り札は残されているのか。ここで明治大学政治経済学部教授の海野素央さんがスタジオに。そんなこと聞かれても分からない。いやいやいや、生出演されます。大丈夫ですか、大丈夫ですか。これご本人いらしてる。おいおい、ちょっと辛坊さん。え、だってさっきまでテレビ出てたじゃん。あ、確かに。え、どうやって。めちゃくちゃ早いですね、瞬間移動。海野さん、どうなってんですか。今までテレビ見てましたよ私。あ、でも確か場所近いです、ね。え、場所近い？近い近い。宮根さんとこ出てますから、ね。びっくりも本当に。で、ご時代が特別企画です。こちらもねご期待ください。辛坊治郎がこっちから行くかということで、コロナ禍で頑張る企業の本社を辛坊さんが直接訪問しています。今日は。アサヒビールに出向きました塩沢健一社長へのインタビューございますので、ね、いや言っちゃいけないこと今言っちゃいそうになっちゃったな、塩沢健一社長なんですけども、はい、話めっちゃ感動的で面白いんですよ、素晴らしいんだけど、はい、パッと見た瞬間に、うん、あ、俺この人会ったことあると、あ、そうなんですか、思ったんです、うん、これね本人がねどういう気持ちになるのかわからないんで、ちょっとこれ電波に乗せていいのかどうなのかわかりませんけれども、パッと見た瞬間の、はいはい、ああ、富士で BS やってるキャスターの人と同じだと。ああ、これ、ソリ町。ソリ町。
ソリマチと似てないっすか？他にちょっと似てる感じがありますよね。そうなんですよ。そのソリマチのおかげで私は BS 日テレやることになったんですよ。知ってますか？あ、ソリマチに対抗するためにって、ね、そうなんですよ。だからね、私ね、BS 日テレの社長かなんかに話持ってこられて、すいません、どういう状況ですかって、いや、この時間ね、とにかくね、BS 富士のソリマチってのが強いんですよ。こいつに勝てんな、辛坊さんしかいないと思ってお願いしに来ましたって言って、BS 日テレの人が言ったんですよ。私それ聞いた瞬間に、うん、反町隆史なら相手にとって不足はないとできることならね、ゆくゆくは奥さん紹介してもらえないかとかこう思ったわけですよ。誤解も甚だしいですよ。それでずっと裏でやってるのは反町隆史だと思って3週間ぐらい経って、うん、そしたらありがたいことに、うん、うちの番組が BS 日テレが意外と視聴率伸びたらしくて、ね、はい、で BS 富士があの危機感を覚えたらしくて、新聞にバンバン広告打つようになったんですよ、はいはい、で BS 富士 の、 あのプライムニュースのやつの広告見た瞬間に反町なんとかって書いてあってタヌキみたいな、あ、いやいや、あのですね、やめてください、もうちょっと誰これと思ったら、これ反町さんです。え、反町隆史じゃないの？俺は反町隆史が裏だって言うから受けたのに、え、この親父かよっていう、その反町さんと似てると言われる朝日の社長はどんな気持ち？はい、進めます。さあ、今週豪華プレゼントございますからね、あの辛坊さんのサインと私の落書き入った話面白かったですよ、番組特製、はい、ね、ぜひ、はい、人柄も素晴らしいと思います。番組特製クオカード3000円分を3人の方にプレゼントです。で、昨日の当選者を発表いたします。立川市の秀則さん、富士見市のマリコさん、柏市の涼太さんです。おめでとうございます。おめでとうございます。で、今日の申し込みの受付は深夜0時まで、今日の0時までになりますから、ラジコのタイムフリーですとかポッドキャストでお聞きの方もぜひご応募ください。メールは zoom@1242.com でお待ちしております。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。まずは昨日夕方から今日この時間までの話題を1分で振り返るズームフラッシュです。ベトナムを訪問中の菅義偉総理大臣はグエン・スアン・フック首相と会談し、日本からの防衛装備品移転を可能とする協定締結に合意しました。南シナ海の領有権をめぐって強硬姿勢を強める中国を牽制するのが狙いとみられています。加藤官房長官は衆参両院の議員運営委員会理事会に出席し、臨時国会を10月26日に召集すると伝えました。菅総理大臣による就任後初の所信表明演説が行われます。イギリス政府はロシアの情報機関が東京オリンピック・パラリンピックの関係団体などに対しサイバー攻撃を仕掛けていたと発表しました。中国国家統計局は今年7月から9月期の中国の国内総生産が前年の同期に比べ 4.9% 増加したと発表。2期連続で GDP がプラスとなりました。昨日、石川県加賀市の商業施設に熊が侵入し、警察への通報からおよそ13時間後に猟友会が施設内の熊を射殺しました。施設は1日臨時休業しました。映画「鬼滅の刃」が公開3日間で興行収入46億2311万円に到達しました。この公開3日での記録は日本国内で公開された映画の興行収入歴代1位となっています。まあ、鬼滅の刃が達成したのは金土日、まあ、映画の新作って金曜日に公開なんでね、金曜日土曜日日曜日のこの週末3日間での興行収入46億2311万円で、歴代1位っていうことで、はい、トータルはね、確か私の記憶で言うと千と千尋がずっとそ う、ね、何ヶ月も何ヶ月もこうずっとロングランで、はい、トータル300億ぐらいかな、うん、300億台かな、なんか308、そんなもんですね、300億台それがまあトップだったはずなんで、どうなんだろう、これスタートダッシュがずっと続くのかどうなのか。ただね、確実に言えるのはね、あの映画館ってほら新作ずっとコロナの影響で先延ばしにしてたりなんかして、はい、うんうんうん、もう旧作とかアニメとかの古いやつを何回もかけてつなぐみたいなことして、うん、ほとんどお客さんも入ってなかったんですが、はい、この映画一発であの映画館息吹き返してるよなっていうぐらい客入ってますね。すごいですよね。
で何でもそうなんです。一つ当たると大きいよなっていうところがね、構造的にありますが、そんな話をしていると今日はですね、冒頭のこのこっから喋る内容は昨日本当は喋るはずだったのが一日延ばしになって、これ以上延ばすわけにいかないんで行きましょう。 GO！ この時間特集するニュースこちらです。各世論調査で菅内閣の支持率に変化、日本学術会議の問題が影響か。菅内閣発足に伴い報道各社が実施した世論調査で、内閣支持率はいずれも高い水準を記録していながらも減少傾向になっています。前回9月の調査と比較して、読売新聞は7ポイント低下で 67%、 朝日新聞は12ポイント低下で 53% となっています。簡単に言うとですね、実は私このいわゆるその日本学術会議の話題が最初に出てきた週があったんですよ。最初に火つけたのが一部の政党機関紙なんですが、その政党機関紙を受ける形で一般紙が書き始めて、週末まだその段階では菅さんがやらした、その後ね菅さんの下の副長官がやったみたいな話が出てきましたけど、それよりはるかに前で、最初の週って菅さん自身がこれに関与してるというか、知ってるのかどうなのかがまだわからないっていうレベルの話だった時に、私週末のラジオでこう申し上げたんです。必ず知ってますと。総理は強い意志を持ってこれをやってるので、撤回することは絶対にないです。はい、撤回することはないと。で、これで多少支持率は下がるかもしれないけれども、逆に岩盤支持層ができるので、内閣にとっては多分ね、内閣の存続にとってはプラスになるだろう、みたいなことを最初の週に言って、はい、次の翌週の週末、1週間明けた次の週に、この番組にも一遍出ていただいた田崎史郎さん、あの方が菅さんおよびその周辺に取材をして、番組で土曜日の私がやってるウェイクアッププラスという番組の中で、いずれにしろ菅さんこれに関しては撤回するつもりはありませんよって田崎さんがおっしゃったのは、私がそう言ってから1週間後なんです。で、今それからまあもう何週間か経ちましたけれども、はい、現状私が最初に予言したのと完璧同じです。もうあら、なんすかその、なんかそのあっち向いてそのまたかよこの親父みたいな、その反応やめていただけませんか。本当に、いやでも慎吾さんがおっしゃることって結構本当にその後追いな感じもんでね。だからね、なんでそう思って、それがね、裏付けられたのが今週の世論調査なんですよ、はいはい、ね、確かに多少内閣支持率は下がってますが、政権失速任命除外の影っていうのが朝日新聞の見出しですけど、これ全くあの間違いの見出しでですね、これ極めて意図的というか、でこれが象徴的なのは、ちょっと多分ね、朝日新聞自体がこの世論調査の結果は全く不本意でびっくりしたと思うんですけども、日本学術会議について伺います。会員を選ぶにあたって菅首相は学術会議が推薦した学者の一部を任命しませんでした。このことは妥当だと思いますかという質問に関して、多分朝日としては圧倒的多数が妥当ではないという答えをすると踏んでこの質問をしてるはずなのに、妥当ではないと答えたのが 36% しかいないんですよ。逆に妥当だと答えた人が 31% もいるんですよ。で、この傾向は読売新聞の世論調査でも同じで、聞き方が違うんですが、政府は首相が所管する日本学術会議が推薦した新しい会員候補105人のうち6人の任命を拒否しました。政府の対応に納得できますか、納得できませんか。納得できる 32% いるんですよ、うん、ほぼ朝日と同じ数字です、この人たちが実はね、岩盤支持層になっていく。だからね、曖昧なぼやっとした形の7割の支持よりも、安倍政権を支えた3割ぐらいの固い支持を取りに行くっていう意味では、まあ、ある意味菅内閣にとってはものすごいプラスに作用してるなっていうのが現状までの分析ですね。これからどうなるかはまた引き続き、はい、ズームをこの後4時台にもお送りします。10月20日火曜日、時刻は午後4時を回りました。有楽町日本放送第3スタジオから辛坊治郎と増山さやかでお送りしています。メールいただいてます、はい、ありがとうございます。江戸川区43歳のイエンパさん、へいへい、鬼滅の映画は IMAX で見るとさらにいいらしいですよ。あ、素晴らしいですね。私も2回目を IMAX で今度見ますと。あ、2回目いらっしゃるんだ、うん、あのね、アニメなんだけど、アニメのあの、まあ、当然のことながら昔ながらアニメってセル画にですね、はい、こう書いて、それをこう何枚も重ねていく手法が取られてますよね、まあ、今回ももちろんベースはそれなんだと思いますが、うん、背景その他でですね、どうもこれやっぱりね、コンピュータグラフィックだろうなっていう画像と、はい、もう実にうまいことミックスして、でうまいことミックスなんだけども、うん、違和感もあるのね。だけどそのね、うん、違和感が
魅力になってるんだと思うよ。だからあのコンピューターグラフィックと手書き の、あのイラストっていうか昔ながらのセル画と組み合わせたアニメなんだろうと思います。私もそのあたり詳しいことは分かりません、うんうん、単に見た感想で言ってるだけの話ですから、実際にどういう制作現場なのか分からないですけど、例えばあのジブリのアニメなんかはやっぱり全編セル画からできてるよなって感じがするじゃないですか、うんうん、この鬼滅のなんちゃらの映画はですね、やいばなんちゃらの方が長いですし、確かにね、鬼滅の刃って言えよっていう、なんか別に1円もらってるわけじゃないのに宣伝するのもなんだなとい う、なんか心理的抵抗があるわけですよ。なるほど、いいんですけどね、まあ、それでだからね、あの不思議なその画面の魅力もあるわ。だからIMAX かなんかででっかい、もっと私昨日前映画館ですからそれなりにスクリーンはでかいですけど、さらにでかい画面で、で音声がやっぱり立体的だと、多分全然違うテイストになるのかなと思ったりなんかして、まあ、2回目を私が見に行くかどうかというと、うちの近所に IMAX はないんでね。あ、そうですか。この会社のすぐ近くにありますよ、日本放送のすぐそばには。あ、そうですか。ぜひどうぞそうですね、はい、なんでそんなにテンション下がっちゃうんだろう。あれおかしいな。いやいや、かっこいいんですよ主人公が。はいはい、はい、そうですよ、二郎が被ってるじゃないですか、漢字そっくり。炭治郎ですか。いや、炭治郎くんもかっこいいんですけど、炭治郎くんはまだまだ修行の身で、今回あの主人公、本当の主人公っていうか、まあどっちが本当の主人公か分かりませんが、本当の主人公はまあ炭治郎くんなん、炭治郎くんと禰豆子なんでしょうけど、そうじゃなくて今回の映画の主人公っていうのがまたいるんですよ。煉獄っていうのがですね、これがねなんかね、すごいこう画面の、それ巨大な映画のスクリーンの半分ぐらい顔になることがあるんですけど、はいはい、それがね、なんかね、目つきが、なんかちょっと異様なんですよ、それがね。だこの異様な目つきっていうのが、わざとなのかどうなのかっていう。で、テレビアニメのシリーズよりも、ギャグの良さちょっと少ないかもしれないです。ね、テレビアニメのシリーズって、割とね、ギャグのところも、ね、ギャグの様子も結構それなりにあったりなんかするんですが、うん、もうちょっとシリアスかもしれないですけどね。でも、あの、主人公のその煉獄っていうのが、めっちゃかっこいいことは間違いないですね。あ、はい、本当だ、かっこいい、ちょっと私も近々行きますんでね。そうっすか。はい。はい、あ、まだ行ってないんですか。まだ行ってないんですよ。あ、そうですか。そうそう、お嬢様と行かれるんですか。一人で行きます。あ、そうですか、わかりました。じゃあ、あの、わかりました。サブディレクターの鍋谷君も行きたいって言ってますからみんなで行きますか。さあ、はい、そんな話してる場合じゃないですよ。5時台はですね、特別企画が待っています。辛坊治郎がこっちから行くか、コロナ禍で頑張る企業の本社を辛坊さんが訪問するんですけれども、今日はですね、アサヒビールに行っております。塩沢健一社長へのインタビューございます。とても魅力的なお話を伺うことができましたが、はい、見かけはどんな人かというとですね、BS 富士に出ている、反町さんにとてもよく似てると。雰囲気はありますね。ね。それから、今週は。さっき、あの、私、たぬき親父とか言いましたけど、たぬき親父はあくまでも BS 富士の反町さんのことを言ってるわけで、塩沢さんのことを言ってるわけではありません。言い訳にならないと思いますが、豪華プレゼント企画も返ってきていますよ。世界に1枚しかいない辛坊さんのサイン入り。クオカード、私もちょこっと落書きをしますが、そっちの方が重要でしょ、それね。3000円分を3人の方にプレゼントです。さあ、日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。この後はアメリカ大統領選挙、トランプの誤算について、明治大学政治経済学部教授の海野素央さん登場です。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。アメリカ大統領選挙、劣勢のトランプ大統領に切り札は残されているのか。アメリカ大統領選挙を直前に控えて、民主党候補バイデン前副大統領のリードが拡大しています。要因の一つには、トランプ大統領の女性の支持率低下が挙げられていますが、他にはどんな誤算があったのでしょうか。さあ、今日はこの方にお話を伺います。2008年、2012年、16年のアメリカ大統領選挙では民主党陣営に参加して実地調査を行うなど、アメリカ大統領選挙を独自の視点から分析調査されている明治大学政治経済学部教授で、ワシントンにあるアメリカ大学元客員、研究員の
雲野元夫さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、雲野さん忙しいですね。もうなんか今ねこれ後ろにテレビのモニターがあって、なんかあの各局こういろいろ映るんですけども、はい、そこについ先だってさっきまでいらっしゃったような気がするんですが。そうです、もうメイク落とさないで来ました。いつもメイクは厚くしてもらってます。小池百合子さんとヒラリー・クリントンさんの間ぐらいにしてくださいと。ちょっと待ってください。老人形手前までやってください。ちょっと待ってください。それで来ました。もう老人形手前まで。あれそれ綺麗です。そのテレビ出てる時のメイクのそのまんまこちらにいらっしゃった。そうです、老人形手前まで小池百合子さんとヒラリー・クリントンさんの間です。それすごくね突っ込みどころだなと思ったのは、はいはい、小池さんとヒラリー・クリントンさんとどっちがメイクが熱いんですか。熱いかってそ、ね、難しいんですよ。今の選挙と一緒でトランプかバイデンかでですけど、その間を取る。はあ、そのあなるほど。でもメイクさんもやってくれますよ、ちょうど間で、いやいや、でもね、うん、そんなにメイクしてるって感じでもないですね。自然なんかすごいナチュラルな、はい、いい感じですよ、はい、素晴らしい笑顔ですね。私いつも思うんですけど、雲野さん立候補したら絶対通りますよ。通ります。その時は選挙対策本部マネージャーで、いや私なんどコミュニケーション戦略ぜひお願いします。とてもいやいや、あと討論会の戦略も。あ、討論会の戦略ですか。戦略もそれも。それにしても雲野さん、はい、あと2週間ですか。はい、来ましたね、もうね。そうですね。ですけどトランプ大統領使えるカードが少なくなってきましたね。あの例のミシガンの武装集団を使う、はい、武装集団を投票場に送って、はいはい、そして監視させて、バイデンさんの支持者である黒人、はい、ヒスパニック系女性が投票できないように抑圧する、はい、そしてバイデンさんの支持層の票を減らすという強硬、いわゆる手段に出ましたね。はい、はい、それでもなかなか勝てそうもないっていう感じですかね。今もうほぼ終盤で情勢は確定的ですか。いや、雲野さんの見るところ、まあ、あのトランプ大統領のですね、今回のミシガンの見てますと、あの、ミシガンの知事、女性知事ですね、はい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 、民主党の。拉致未遂みたいな話になりましたね。ウィットマー知事の驚き、はい。何があったんですか、あれは、要するに。つまり、民主党の知事ですから、ウィットマーさんは、トランプ大統領が早く経済を再開したいと、それに抵抗して、ロックダウンをやってたんですね。なるほど。それで、学校も閉鎖してた。はいはい、だから、トランプ大統領は、中西部ミシガンで、バイデンさんに 6.2 ポイント平均値で負けてるんですよ。なるほど。フロリダはまだ 1.4 だから逆転可能性ある、はいはいはい、ですけどミシガンの開きをどうしても縮めたい、ええ、知事が邪魔なんですよ。いや、それ拉致したって無駄でしょ。逆に逆効果じゃないですか。逆効果なんですよ。ですから拉致して、でしかも支持者たちが刑務所に入れろって言いましたね、はいはい、それがロックハーアップ、はいはいはい、そのハーっていうのが2016年はヒラリーさんで、ええ、今回は、ウィットマー知事なんですよ、ね、ええ、それがロックヒムアップっていうのもあるんですよ。ほうほう。彼っていうと今度バイデンさんの次男のハンターさん、はい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 、中国から不正にお金をもらってる、はいはいはい、でトランプ大統領はもうバイデンも犯罪者だって言って、その場合ロックヒムアップなんですよ。なるほどね。もうですからそう言ってその支持者を熱狂的にさせてる。ですけどもそれ裏返すとトランプさんの焦りですよね、うん、はい。その今息子さんの疑惑で言うと、はい、なんかニューヨークポストかなんかが書いてある、ね、そうですね。ニューヨークポスト。私もねニューヨーク住んでたんで、あのデイリーニュースとニューヨークポストのねポジションはよくわかるんですけど、いわゆるなんだろうね、大衆紙っていう位置づけですかね。そうです。ニューヨークポストは大衆紙で、結局ニューヨークタイムスがトランプさんの税金問題、はいはい、で。すっぱ抜きましたよね、ええ、ですからおそらくニューヨークポストもライバル意識があって、そしてハンターさんのあの不正疑惑。そのハンターさんっていうバイデンさんの次男ですか。次男です。この人はどういう人なんですか。ハンターさんは中国とビジネスをやってる、ええ、ウクライナのプリズマというエネルギー企業の役員だったんですよ。でトランプ大統領はハンターという男はエネルギーの知識もないのに、ええ、ウクライナのプリズマという会社の役員をやってたと、はいはい、そしてトランプ大統領おそらくですね、
木曜日22日に最後のテレビ討論会があるんですけども、ハンターさんを攻めてくるんですよ。なるほど。で、トランプ大統領はハンターという男はですね、結局、その人間のですね、人間掃除機だって言ってるんですよ。人間掃除機っていうのは、掃除機ってゴミを吸い取りますよね。はいはいはい、同じようにハンターっていうのは、お父さんと一緒に中国やウクライナに行ってお金を吸い取ってくるんだと。なるほど。ですから人間、掃除機であると、そして仲介者であるって言ってるんですよ。ほうほう。仲介者っていうのは中国とお父さんのバイデンさんの仲介者、ウクライナと、お父さんの仲介者、ロシアとお父さんの仲介者と、そういう男で腐敗してると。なるほど。バイデン一族はもう腐敗してるんだと。そこをおそらく22日の最終回のテレビ討論会で攻めてくる。それがね、疑問があるのはまずですね、それあくまでも息子さんの疑惑にとどまってる限りは息子さんじゃないですか。そうです。バイデンさん本人との、なんか今回ニューヨークポストが書いてきたのは、バイデンさん本人となんか関係があるようなことを書いてきた。っていう話でしょ。そうです。結局バイデンさんがその息子さんが仲介して、そのエネルギー、ウクライナのエネルギー会社の役員と会ってたっていうような内容なんですけども、バイデン陣営は記録を調べたら、ホワイトハウスの記録にはなかったっていうことになってます。でこれで結構今ツイッターというか SNS が結構話題になってるのは、これに関してリツイートかなんかするのをツイッター社がこれは阻止するっていうことなんですか。そうです。ツイッター社やフェイスブックがこの、ニューヨークポストの情報っていうのは、実はジュリアーニ元市長からの情報源なんですよ。ジュリアーニっていうと、まあトランプさんの側近ですよね。側近ですから、ですから元ニューヨーク市長ですね。そうです、はい、信憑性がないので、ツイッター社とフェイスブックはですね、拡散しないように制限をかけたんですね。はいはい。それが通信品位法第230条っていうのなんですよ。それはそのソーシャルメディアの運営会社は検閲できるんですよ。ほうほう。だからトランプ大統領怒って、なるほど、本当このニューヨークポストをオクトーバーサプライズ、自分がその感染してしまって不利なオクトーバーサプライズ作ってしまったので、今度は自分に有利なカウンターオクトーバーサプライズにしようとしてた。だけどそれ不発に終わってしまった。なるほど、なるほど。はい。それね、私ね、二面あると思うんですよ。一つはやっぱりそのネタがガセだった場合に、大統領選挙に影響を与えるような、そんなガセが大統領選挙の前に流布されるということは大問題なんで、それはブロックした方がいいだろうと思う反面、もし本当だった時に、SNS の業者みたいなところが、ある意味その言論統制みたいなことをかけることの是非みたいなものがあって、これなかなか難しいですよね。そうです。言論の自由ですよね。はい、ですから、この問題って難しい問題ですよ。確かに。ブロックした。ですから、トランプ大統領はですね、SNS はバイデンのその腐敗を隠してるっていうことを今集会で言ってますね。結局それで両方者がそうやって戦ってて、最終的にこれ世論の動向なんか影響ありそうですか。いや、私はですね、そのニューヨークポストのよりもやはりトランプ大統領が武装集団使って、いわゆる投票所で、黒人ヒスパニックや女性を、投票させないようにしてる、はい、それでやはり女性票がかなりやっぱ逃げたんですよ。で、ハリスさんとペンさんの副大統領同士のテレビ討論会も、ペンさんがちょっとこう割り込んで、こうなんていうんですか、自分の方が上だと、よく知ってるんだという目で、こう、ちょっと女性を低く見ましたから、それでやはり女性票、特に郊外の女性票が逃げてるんですよ。なるほど。無党派はもう 70% がバイデンさんつってますよ。なるほど。ええ。となるともう今のところの流れで言うと、前回のような、まあヒラリーさんがなんとなく世論調査では優勢だったけど最終的にひっくり返っちゃったみたいなことにはどうもなりそうもないっていう。ないって言いたいんですけども、バイデンさんのそのリードがヒラリーさんの時よりも小さいんですよ。そうなんですか。そうですよ。ヒラリーさんの方がよっぽどリードしてましたよ。バイデンさん今激戦州で縮められてきてますよ。例えば、ペンシルベニアもそうですよ。先週よりも今週の方が縮んでますよ。ペンシルベニア州、今 3.8 ポイントなんですよ。はいはい、平均支持率が。はいはいはい、つまり、統計の誤差で 4.5 から5ポイントとすると、これ、結構誤差の範囲に入ってきてるんですよ。はー。ペンシルベニアが。で、
フロリダに至っては 1.4 ポイントですから、これはもちろんもう誤差の中ですよね。射程距離、トランプさんの。で、ミシガンでなんでその武装集団使ったかというと、ミシガンは 6.8 ポイントでまだ離れてるんですよ。で、中西部重要じゃないですか。はいはい。で、ただでさえ、高卒の白人の人口が、2016年と比べて、4ポイント下がってるんですよ。はい、ヒラリーさんの時は、高卒の白人って 45% いたんですよ、はいはいはい、ところが今2020年は 41% で、はいはいはい、高卒の白人というのはトランプ大統領の支持基盤ですから、支持基盤がこう縮んでるんですよね。なるほど。そこの焦りっていうのもありますよね。はい。で、今のところその激戦区と言われているところはどこですかね。フロリダ、テキサス、ミシガン、ペンシルバニア、その他ですかね。今激戦州って言われているのは激戦6州っていうところなんですよ、はいはいはい、その6州っていうのは、上から行くとウィスコンシン、ウィスコンシン五大湖の左ぐらいですね。そうです。それでミシガン、ミシガン、お隣、五大湖の北側ですね。もうカナダとの国境ですね。そうです。そしてペンシルベニア、はい、ペンシルベニアはニューヨークのすぐ左下って感じですね。そうです。ですがピッツバーグの辺はほとんど今度中西部ですよね。そしてノースカロライナ、ノースカロライナは東の大西洋沿いですけれども、まあ、ワシントンのもうちょっと下の方ですね。下です、はいはい、そしてすみません、ペンシルベニアありましたね、その上に。ペンシルベニア、はい、はいはい、ペンシルベニア。そして、フロリダ、フロリダ、はい、南部です、ね、はいはい、そしてアリゾナの西部、はい、アリゾナ西部です。はあはあ、あのカリフォルニアの横、はい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 、はい、アリゾナね。そうすると全部で6つ で、ね、これが激戦6州。テキサスはどうなんですか。テキサスは入ってないんですよ、激戦6州には。テキサスもうどっち寄りなんですか、民主党なんですか。テキサスはまだ競ってるんですけども、この激戦6州っていうのは2016年、はい、でヒラリーさんとトランプさんの支持率差がですね、はい、5ポイント以下だったんですよ。はははは。それで激戦6州って呼んでるんですよ。なるほど、なるほど。で、今回の選挙で、この激戦6州が、ですから11月3日投票日ですよね。はいはい、日本時間の11月4日、ええ、トランプさんの、支持者の方は当日投票に行くっていうのが6割ですから、ええ、そこでこの6州でどう出るかっていうのが注目なんですよ。なるほど。はい、これ、11月3日の、まあ、投票日当日ですね。まあ、開票速報番組みたいなやつやりますよね。はい、やります。で、その時に、郵便投票とか、事前投票、まあ、日本でいうところの期日前投票みたいなものの数字も加味されたものが出てくるわけですか。出てこないんですよ。出てこないんだ。ペンシルベニア州は特に郵便投票が遅れて、その後に開票するので、その我々が11月4日のお昼頃見る結果というのは、郵便投票が入ってない結果を見るんですよ。はあはあはあ。そうするとトランプさんの支持者の6割は、はい、投票日当日に投票するっていう方たちなんですよ。となると、もしかすると投票日当日の票だけだとトランプさんが勝つ可能性もないとは言えないということですか。そうなんですよ。実はそうなった場合、トランプ大統領が勝手にですね、はい、勝利宣言する。その段階では郵便投票はカウントされてないと。カウントされてない。郵便投票はどっちかというとバイデンさんに有利。そうです。バイデン支持者の7割が郵便投票の7割行くんですよ、バイデンさんの方が、だから郵便投票入れるとバイデン逆転っていう風になるシナリオがあるんですよ。週ごとは最悪の事態としては11月3日の大統領選挙、つまり11月4日日本時間の午前中に判明する段階でトランプさんが投票で勝ったって言って、だけどその場合カウントされていない郵便投票がその後出てきたらひっくり返ってバイデンさんが勝った、両方勝った、っていうのがあるんですよ。でトランプさんが最初に勝手に勝利宣言してもバイデンさんは決して敗北宣言はしませんからね、はあ、郵便投票が入ってないので。なるほど。ですからやはりバイデンさんは その結局ですね、11月3日日本時間の11月4日のマージンなんですよ。この6州でどれだけ例えばトランプ大統領が勝ってるのかっていうところなんですよね。はい、で、なるほどね、逆にバイデンさんが勝ってたらもうこれはバイデンさんなんですよ。となると11月3日日本時間の11月4日の午前中明らかになる投票結果で、そのタイミングで、バイデンが勝ってたらもう確定ってことですね。確定ですよ。これはもう、ですけどもトランプ大統領はこう言うんですよ。武装集団をミシガンとかに送ってますよね、はいはい、そうするとおそらくこの人たちは極右です、はい、極左の人たちもいるんですよ、はいはい、おそらくここで衝突が起きる、はいはい、混乱が起きると、トランプ大統領は
トランプ支持者が投票できなかったんだと。あ、これは問題だと、これは裁判だと、当然トランプ支持者は極左に邪魔をされたんだと。本当は違うんですよ。黒人とヒスパニック系と女性が邪魔されてるんですよ、極右に、はい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 。だけどトランプ大統領としては、衝突が起きて混乱を起きれば、そのような議論が可能になってくるんですよ。なるほどね。そうすると、これはもう、トランプ支持者が投票できなかったんだと。いや、これは選挙妨害だと。っていう風になって、これはもう裁判だと。裁判に行くと。そうなるともう収拾つかないですね。そうです。ですけど、裁判に行っても、まあ、バレットさんとかカバノさんは、はいはい、トランプの方入れるかもしれないんですけども、これはもうアメリカの最高裁判所の威信をかけた問題ですよね。で、最高裁の判事なんですけれども、まあ、一人、民主党寄りの方が亡くなられて、で、まあ、共和党寄りの人、今一人いるよって話な、あれ、まだ確定してないですよね。してないですけど、おそらくバレットさん指名入りますか。入りますから。入ると、まあ、よく言われるのは、共和党対民主党の比率がまあ6対3になるって言われるじゃないですか。ただしそれはもう必ずしもその6人の最高裁判事がトランプさんに有利な判断をするとは限らないということですね。そうですね。というのはまず第一にそのようになってですよ、バイデンさんが勝ってて、はいはい、最高裁が逆転したって、これもう世界から、アメリカの最高裁判事どうなってるんだと、っていう目ですよね。でしかもロバート首席判事は不動票ですから、はいはい、ロバートさんが行く可能性がある。なるほど。そうすると5対4なる。しかしトランプ大統領が指名したうちの一人の方っていうのはトランプ大統領に反した投票もやってるんですよ、ですからその方がトランプ大統領を裏切ると逆転の5対4になるっていうこともあるんですよ。ですからその判事のもうこれ威信をかけた、世界が注目しますからね、これって、これ宇野さん、はい、でどうなりますどうこれもすごいですよ。これはもう4年前とはもう全然違う異次元のレベルになってるんですよ。武装集団が出てくる、一言で言うとひっちゃかめっちゃかですね。そうですね。ですけどトランプ大統領のパーソナリティっていうのはお父様からの DNA があって、勝者は一人だ、その他は全部敗者だと。敗者になるなという DNA ですからね。なるほど。もう何でも理由つけるんでしょうね。あれですね、もう間違いなくね、海野さんメイク落としてる暇ないですね。このままもうとにかくずっと寝る時もメイクしながらね、熱くメイクも熱く、心も熱く、喋りも熱く、熱く、全て熱くですよ。もう熱く、トランプバイデンも熱いですよ。やっぱね、土曜日の番組あるじゃないですか、私やってる、あの番組出ていただくとね、もう海野さん出てくるだけでね盛り上がるんですよ。やっぱりね、こう違いますよね。そうそうそう、お客さん釘付けみたいな周りの方が盛り上がるんですよ。なんか私が言うといや海野さん若干勘違いで海野さんも盛り上がってます。そうですか、間違いなく。そうですか、楽しかったっす、楽しかったっすじゃなくてよくわかります。またちょっと狭間で結構ですから、ワイドショーの狭間でちょっと、狭間じゃないですよ、メインですよ。メインですよ。メイクも落とさずにそのまま走ってください。メインですよ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。明治大学政治経済学部の海野素央教授でした。ありがとうございました。ありがとうございました。やってきておりますのが浅草の浅草寺からそうですね5分10分の距離ですかね、アサヒグループホールディングス本社ビルであります。でこの本社ビルなんですが22階建てなんですけども、1989年に創業100周年を記念して建てられたもので、下のガラスがね金色してるんですけど、これはまあビールですね、全体がビアジョッキです。で上の21階と22階は白い突起があるんですが、これがビールの泡だそうです。そしてその隣はあの超有名な、ビルですけれども、上に金色のオブジェが載ってますが、これは聖火台の炎だそうです。新世紀に向かって飛躍する炎、燃える心を表しているんだそうです。さあ今日と明日の2日間この時間は体当たり企画第2弾です。辛坊治郎こっちから行くかということでね、体を張って辛坊さんが、そうですね、前回は富士急ハイランドで命をかけるという命を落としそうなネタでしたけど、こっちは今回はね命を落としそうではないですね、はい、そうですね、人生のこう参考になりますね、はい、今日はアサヒビール塩沢健一社長に
コロナ禍の対応などを伺っています。改めてご紹介しましょう。塩澤健一、アサヒビール社長、どうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、さあ、そんな中、今年に入ってコロナっていうのは影響ありました？いやー、もう大変な影響です。正直言いまして、リーマンだの何だのいろいろありましたけど、もうそんなもんで火じゃありません。はい、あ、そうですか。はい、大きな影響です。でもね、ビールはほら家でも飲まれるわけだから、はいはい、そんなに影響ないんじゃないかとも思えるんですけど。もちろん家で、まあ、要するに家飲みと言われますけど、はい、家飲みの部分は堅調なんですけども、まあ、ビール類と言われるんですね。ビール、発泡酒、新ジャンルってあるんですけども、はい、家庭で飲まれるのは新ジャンルが多いんです。なるほど。一番安い価格の方にだん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 なってきましてですね、はいはい、まあ、またこれで一気に加速もしてるんですけども、その中で言うとやっぱりビールの比率は、業務用、外で飲まれるのはこれほぼ 100% ビールです、そうで言うとですね、飲食店さんがやっぱり閉まってしまうっていうのは我々にとって大変大きな影響。まあ、それとビールの特性上ですね、まあ、一人でしんみり飲む酒じゃなくてですね、仲間とワイワイ飲む酒ですので、まあ、 ね、はい、そういう場面がなくなっちゃったというのはですね、非常に厳しいですよね。どうですか、そんな中今後の戦略は。結局ビールを飲んでらっしゃる方っていうのは味なんですよね、我々は特に今の外食産業さん見てですね、何のお手伝いができるかっていうとですね、いろいろやりました。例えばそのケータリングの仕事を手伝いしようとか、あの社内でも、もしくは有効企業がありますので、そこにもお声掛けしてですね、注文したりもしましたけど、やはり続かないし、それでは支援にならないんです、なかなかですね。で、結局は何だかって言ったら、やっぱりしばらくぶりに飲食店で飲んだ生ビールの味はうまかった、なるほど、これがやっぱり一番だと思うんですね、ですから今よりいい状態で生ビールを出してもらおうと、これをやることがやっぱり最重点だなというふうに思ってまして、今一生懸命そう取り組んでます。あの、我々メンテナンス部隊を持ってるんですけども、それはもちろんメンテナンスしてるんですけども、でご自身でお店の方にやっていただく、それだけじゃなくて、我々営業マンも普段洗浄とかしませんけども、この時期は洗浄しろと言ったら、なかなかその商売の話もできないんだから、だとしたら今日はね、ビールサーバー洗いに来ましたっつって洗ってこいと、そうするとその日は美味しい生ビールが飲めるということになりますんで、それを突き詰めてやっていくことが最終的にやっぱりお店の支援になるし、我々にとっても大変大事なこと、またこれが回り回ってうまく家庭でも飲まれるのも、やっぱり生ビールうまかったらやっぱりビールだよねっていう形の流れにつなげていければなというふうに考えています。あの、まあ、もちろん主力でスーパードライなんだろうと思いますけど、それでもやっぱり低価格の商品でいろいろ経営努力をされてきたじゃないですか。私なんかね、消費者の立場から考えると、企業が頑張ってると、美味しく安く提供しようと思ってるのに、そのたんびにあの税金変わってですね、トータルの税収が同じになるように国税バランス取るんで、せっかくの企業努力がなんだと単純に思うんですが、これなかなか社長さんとしては言いづらいですよね。なかなか言いづらい部分もあるんですけども、でも確かに日本のビール会社の技術力がすごいと思います。特に私どもアサヒさんリッチというのを出してるんですけども、これ非常に好評いただいてですね、間違いなく今年はいけると思ってますし、まあ、二極化してますんでね、やっぱりそういう層を求めてらっしゃる方がいる以上ですね、やはりそこはそこの戦いをきちっとやっぱり勝たなければいけないなというふうに考えています。とても興味深かったのはですね、キャリア的に私と似てるっていうか、普通にサラリーマンで新卒で入って、はい、ほぼ同じ時代を生きてきてるんで、時代背景とかもわかるわけですよ。で、まあ、普通にサラリーマンとして入られた方が、まあ、何十年間こう真面目に頑張って勤め上げて社長にまで至るという道筋がですね、とっても興味あって、でまたこれ、あの、私前々からあの浅草のね、雷門のすぐ近所のところに巨大な金色の雲のようなオブジェがビルの上に乗っかってるんで目立ちますよね。で、あのビル一遍ちょっと行ってみたいなと思ってたんですが、今回念願かなって行ってみたら、あの金色のオブジェが乗ってる隣のビルが本社ビルなんですけど、あそこの本社ビルの1階入っていくと、1階のフロア入ったところに受付の方がいらっしゃいますよね。それ以外にもう彫刻っていうかオブジェっていうかですね、まあ、フロア全体が美術館みたいになってるんですよ。そうですか。あ、そういう企業なんだなと思ってね、すごい一つ一つ美術品見てて楽しかったです。はい、というところで、引き続き同時代を生きた社長さんがどうして社長になれたのか、これお聞きのサラリーマンの皆さんには絶対参考になると思いますから、ぜひ引き続きどうぞ。さて、社長ご自身のことを伺うんですけども、別に何かの2代目とか3代目とかっていうわけではなく、サラリーマンとして入られてここまでいらっしゃったんですよね。もちろんです、もちろんです。
で私ね割と同世代なんですよ。私1980年入社なんですよ、はい、そうするとまあ会社入った時にどのぐらいのポジションまでサラリーマンとしていくかなって誰でも考えるじゃないですか。どうでした社長は。私はもう営業が大好きでして、ずっと営業いまして27年間営業現場にいたんです、はい、一度も本社のスタッフになったことはないという、これだからうちの社内でも珍しい経歴なんですけども、そうできますとですね営業の責任者っていうのはやってみたいなと思いましたけど、まあなれるとも思ってませんでしたね。どの辺ですか社長にあれもしかしたらなれるかもしれないと思ったの。そうですね大阪市社長になったぐらいですかね。あ割と若くしてなったもんですからひょっとするとチャンスはあるのかもしれないなぐらいには思いましたね。さあ社長これから何を目指されますか。そうですね我々やっぱり美味しさということをずっと追求していきます。でこのビールの美味しさで人を感動させたい、まさにそこにですね我々の会社の意義があるという思ってますんで、これからもですねビールともにですね人の人生を豊かにしたいとかそういったことを目指してですね経営していきたいと思います。社長にとって社員というのはどういう存在でしょうか。まあ私ももともと社員です、今でもこう社員で我々があるわけですけども、それはやはり、仲間ですよね。仲間であり同志という思いでおります。これ単に個人的興味で聞くんですがこう社員いっぱいいるじゃないですかね。こいつはもしかしたら優秀かもしれないとか将来こう何とかしてやろうとかって思う瞬間ありますよね。どういう人があれですかそのアンテナに引っかかるんですかね。まあ人間ですから好き嫌いももちろんあるんでしょうけど、まあ、なるべくそう思わないようにはしてるんですけど、まあ、やはりこの話を聞いてるとなんとなく光景が浮かぶとか今やってる仕事ぶりが分かるとかっていうのは大事だなと思いますね。単に、説明力の能力が高いとかって意味合いじゃなくてもですねやっぱりそれは少し話してるとやはり何を考えてこいつは仕事してるんだろうなっていうのがあると、何を目指してるのかは、まあ、そういう志を持ってる人間がやっぱり大事だなと思いますね。お忙しい中ありがとうございました。ということでございましてですね、はい、やっぱりね、サラリーマンとして入った時 に自分がどこまでサラリーマンとしてやっていけるかとか考えるじゃないですか。私なんかね非常に明快でしたよ、はい、私とりあえず、まあ、サラリーマンになったらとりあえず部長ぐらいまでなろうかと、ね、そんなこと考えはい、おいでもう私なんかねむちゃくちゃでね、でなんかの仕事言われた時に、はあ、分かりましたそれやりますけどね、じゃあ部長にしてくださいって言ってそうなんですか上司に言ったら、じゃあしょうがないから部長にしてあげるって言ったんですか、はい、それで部長になりましたですね、まあ、それで部長になった時に、あもうここでいいやと思ってです、ここでいいやと思ってなんか一つ目標達成したら、まあ、最初も辞める時には局長待遇まで行きましたけどね、だけどそこを目指してなかったですね、まあ、一旦部長になったからもういいやと思ってもうそろそろ別のことやろうとか、まあ人によって様々ですが、さあ明日は、ね、明日はですね日本中央競馬会 JRA へ辛坊さんがお邪魔しています。お送りしているのはチャギ&アスカで Say Yes、101回目のプロポーズというね、はい、月空ですよね、いわゆる月曜日の9時のフジテレビのドラマで最高視聴率 36.7%、1991年の夏に放送されたドラマですが、はい、浅野敦子さんと武田哲也さん、これがですね、武田哲也さん知ってますか誕生日が4月11日なんですよ、はいはい、私と同じなんです一緒、私の方だいぶ年下ですよ、はいはい、だいぶ中央のことでもないですが、まあ、だいぶ年下ですが、ね、だいぶ年下なんですけども、はい、月と曜日は同じなんですよ、4月11日、まあ、4月11日11日生まれの有名人というと、はい、誕生日は、まあ、他にも何人かいらっしゃいますけども、まあ、筆頭武田哲也さんですね、で松尾辛坊治郎みたいな、ね、そんなことになっております、はい、さあでこの番組ね先ほど辛坊治郎こっちから行くかお送りしましたけれどもこの模様なんですが番組のポッドキャストと辛坊さんの公式 YouTube チャンネルでこの番組終わった後に動画音声でね視聴することもできますので、そうそう見ていただくとああ夫人のたぬき親父と一緒あいやいや失礼しました、辛坊治郎公式辛坊の旅でチェックしてきて、くださいね。でお聞きの日本放送この後は健康あるあるワンダホーを挟みまして日本放送ショーアップナイターヤクルト対巨人戦解説真中満さん実況は山田徹アナウンサーでお送りします。明日の飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターは自由民主党参議院議員の青山茂春さんをショーアップナイターでは毎夜ですね原監督のインタビューなんかも皆さんお聞きいただいてますからね本当にありがとうございます。気になってください。はい、ということでここまでのお相手はお相手じゃねえ
お相手は失礼しました、辛坊治郎と日本放送増山さやかでした。また明日も聞いてちょうだい、新マシーン。